どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。今回はかなりハイクオリティで期待なソウルライクブラックミスウコン、漢字表記で黒神話悟空というゲームをざっくりご紹介します。このゲームは日本でもおなじみの西遊記の世界観をベースとしたソウルライクのアクション RPG になります。なのでこのゲームの主人公は悟空になるんですけど、多分西遊記っていうと中国の古典小説とかが原作になってくるのかなと思うんですが、原作はあくまでもベースで伝承や神話に絡めて描かれた作品になっているようです。現状発売日は未定なんですが、一応目安としては2023年内になってます。対応プラットフォームもまだ細かい部分は分かっていなくて PC とコンソールになってます。ただグラフィックとか細かい部分とかもかなり作り込んでるみたいなので、おそらく PC、PS5、Xbox、シリーズ X、S になると思います。で、見た感じシングルプレイ感がかなり強いゲームなんですけど、オンラインコープを入れたいっていうのがあるみたいで、まだどうなるかは分からないんですが、マルチプレイが入る可能性もあります。それではいろいろとゲームの内容についてご紹介していこうかなと思うんですけど、情報があんまり公開されてないので映像を見ながら分かる範囲でざっくりご紹介します。まずはやっぱり悟空といえばなんですけど、基本的に扱う武器は如意棒。結構スタイリッシュでアグレッシブなリーチを生かして空中に飛び上がって攻撃みたいなシーンもあったりするので、かなりアクションは豊富になるんじゃないかなと思います。で、もちろんメインで使う武器は如意棒になるんですけど、一応他の武器も使えて、ちょっとこちらご覧ください。多分これボスとか中ボスみたいなポジションの敵と戦ってるシーンになるんですけど、倒すことによって持ってる武器を落としてそれを拾えるんですね。多分全ての敵ではなくて一部の特定の敵が武器を落とすっていう感じだと思うんですが、これを拾うことによってその敵に一定時間変身できるようになります。悟空で武器を持ち帰るっていうよりも変身して武器を変えるっていうイメージですかね。今武器を回収したことによってここに狼っていうのが追加されたと思うんですけど、これでさっき戦ってた敵に変身できるようになります。で、左下のゲージがおそらく変身して戦ってられる時間ですね。今回ご覧いただいてる映像では炎の武器を持ったキャラに変身してるんですけど、属性相性みたいのがあるっぽいので、敵を見て何に変身するかっていうのが結構重要になるんじゃないでしょうか。変身で言うと他にもこういった、これも狼っぽいんですが、まあこういうのがあったり、他にも戦闘系ではないんですが虫に変身できたりもします。これは移動用ですかね。敵に気づかれずに素通りできるっていう変身ですね。変身以外だとこんな感じで分身を大量に出して戦うみたいなこともできるようです。まあおそらく変身も分身も1回使うとクールダウンがあってリチャージが必要だと思うんですけど、そういったスキルみたいな感じでいろんな技が使えるっぽいので戦闘すごい楽しそうですよね。まだ情報が少ないので細かい部分はわからないんですが、アンリアルエンジン5をベースとしたこのハイクオリティなソウルライク、かなり期待の大きい作品だと思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということでざっくりご紹介させていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた、バイバイ。